モスラジオ。はい、始まりました。エモスラジオ、今日は第106回です。よろしくお願いします。お願いします。はい、毎度恒例3本撮りの3本目でございます。本日も、畑くんに来てもらってお話聞いていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。はい、はい、お願いします。前回の、ラジオを聞いてもらった人は分かると思うんですけども、まあ、いろいろこう、まあ、筑波大学での学び、それからコロンビアでのいろんな紆余曲折というか波乱万丈な留学生活を終え、社会人に突入したわけなんですけれども、社会人1年目割とこうゴリゴリと働くような会社さんに、勤めて見えて、そこからですね、こう社会人ライフが始まっていくわけなんですけれども、ちょっと今回まずはそのあたりから少し聞いていって、でその後、ね、いつも通りこう展望というか中期的な目標なんか聞いていきたいと思います。はい、はい、では社会人、まあ、1年目の話はね、先ほどというか前回聞いたんですけども、その後もどんな感じ、まあ、引き続きこうゴリゴリとバリバリのサラリーマンとして働いてるわけですかね。あ、1社目ですか。うん、1社目、1社目、そうですね、1社目はそうですね、割とゴリゴリというか、はい、バリバリ系のところで、事業開発であったりとかをしてましたね、うん、最初は。うん、実際、やっぱり、はい、ベンチャー系の会社だったとか。そうですね、まあ、10年以上は創立から経ってたんですけど、うんうん、姿勢としてはこうベンチャーな感じの、いろんな事業を毎年作っていくみたいな会社でしたね。うんうん、実際それでなんか、畑ちゃんが作って、授業としてどういうことをやってたの、当時は。入社してからすぐに飲食系の IT サービスの事業開発をしていましたね。うん、ユーザーアルバイトの想定の、主に飲食店での、うん、バイトに使ってもらうサービスみたいな、離職率を下げるみたいな、を目的にして、あと、うん、なんでしょうね、従業員満足度を上げるみたいな。うんうん、そういう目的の、まあ、ちょっとトリッキーな、うん、まあ、成果物としてはアプリなんですけど、うん、このそもそもそのどういうコンセプトでやるかとか、うん、そういうところからスタートして、いろいろリサーチしたりとか、うん、実際に位置情報を取りに行くために、飲食店で、数ヶ月、週1、2くらいでバイトしたりしてましたね。おー、そこまで。そうですね。なかなかタフやね。はい、なかなかタフやね、それは。そうですね。まあ、個人的に飲食店でちゃんとバイトしたことなかったんで、うん、やってみたいなみたいなのもあったんで、うん、その希望してやってました。で、そんなこんなで、その会社はどんぐらいお勤めになったの？そこは9ヶ月で辞めましたね。そこは何？辞めたその要因というか、理由っていうのは？要因としては、その事業開発が結局途中で終わっちゃったんですよ。夏頃に終わっちゃって、その飲食がちょうどその2020年でコロナの影響で、飲食業界の消費がまあ落ち込むなと。そのお客さんになる相手は飲食店だったので、飲食店の消費が冷え込む中で、まあ、ちょっと先行きが見えないなというので、その事業自体が凍結になって、で次に、任されたのが、損害保険関係の営業の仕事だったんですけど、いろんなことやってる会社で、その、事業に納得がいかなかったっていうのが大きいですね。やっぱ何が、やっぱ面白くなかった？何が納得がいかなかった？商材、胸を張ってその商材を人に勧められなかったですね。個人営業だったんですけど。でえらい企画的な仕事から舵切ったね、それはまた。そうなんですよね。うん、はい、本当に毎日疑問を抱きながら、ただその疑問を抱いてるだけじゃ、本当に何も入らないんで、いろんな情報を外部にも取りに行ったりとか、ちょっとトリッキーな、それも、仕事だったんですけど、いろいろ情報を集めたりとか、いろんな人と話をしたりとかする中で、やっぱりこれは納得して続けられないなと思って、11月頃ですね、その入社した年のに、この
まあまあ、ちょっとこれをやる気にはなれませんと。うん、で、もうちょっと会社辞めようと思いますみたいなことを人事に話して、うん、だところ、その関連会社がいくつかあるんですよ。うん、あったんですよ。で、その関連会社がちょうど、一社がちょうど人探してると。なので、そっちに転籍して、うん、その移ってはどうかというふうに打診されまして、うん、で、そこは不動産絡みの、まあ、それもまたトリッキーな、うん、一般的な不動産業界の仕事ではなかったんですけど、うん、そこの社長と面接することになってですね、うんうん、で、別に興味なかったんですけど、その事業自体は。うんうん、設立1年目の、ただ事業としては長年やってる。それで、ただ、急に仕事辞めたとしても給料の問題がありますし、まあ、結構金遣い荒いんで、うん、本当に給料日の数日後には預金残高ゼロになるっていうのを何ヶ月も続けてたんですけど、うん、相変わらずロックやな、はい、まあ今もそんな感じなんですよね。酔い越しの金は持たないと。はい、そうなんですよね、いろいろ使っちゃうんで、うん、すぐに仕事辞めたら冷静にちょっときついなというのもあって、うん、まあ一旦そこで働いてみようかと。で、うん、様子見つつ違ったら、まあ、転職活動を水面下でやればいいやと、うん、っていうのもありましたし、なんか、なんでしょうね、もうそこで一旦会社員辞めてしばらくフリーターでもしようかなとかいうの考えもあったんですけど、うんうん、いろいろやりたいことありましたし、まあ、うん、稼ぎはそこそこに好きなこといろいろやろうかなと、うん、まあ、そっちの方に流れかけたんですけど、まあそれも全然良かったかもしれないなとは思うんですけどね、うん、ただその社長、まあ、かなり良くも悪くも狂った人で、うん、その人と話す中でいくつか縁も感じたりして、うん、で最終的に、まあ、クリスマスでしたかね、その日は、の、うん、にその面接をして、うん、で、その日のうちに入社することが決まって、なるほど。翌月の8日くらいから働き始めました。それが2社目になるのかな？そうですね。うん、まあ、その、なんか、ある種縁を感じたような社長さんのもとに惹かれて2社目に移ったわけだけど、1年目の途中に。その会社はどんな感じだったの、はい、仕事としては。その会社は、もう環境がガラッと変わりまして、その1社目は、うん、まあ、従業員全体で400人くらい。とは言っても、そのオフィスにいる人たちは30人満たないくらいなんですけど。うん、で、その男女もいて、2、30代も多くて。うん、綺麗な南青山のオフィスでみたいな、うん、っていうところから一転、その飲食街の雑居ビルの、うん、結構ボロいビルの、うん、キャバクラも入ってるような感じのですね、うん、で社員社長入れて自分入れて9人で、うん、自分よりの自分のが一番まあ年下ですけど、自分のより年上の人で一番若い人が34歳、まあ、10個くらいは違う、で経理のおばさん除いて全員男、3、40代、50代、60代、男、うんうんうん。で、毎日スーツ。その前の仕事はもう私服で全然 OK だったんですけど。うんうん、っていう、うん、環境にガラッと変わりまして。うん、で、かつ、かなり体育会系みたいな。うんうん、っていうのになりましたね。はい、それ、合ってないやろ？合ってないですね。確実に合ってないんですけど、合ってないからこそ、惹かれたっていうのがあります、ね。うんうんうん、合ってないからこそ惹かれたっていうのは、その心は通常のその自分の価値観だと選ばない環境だからこそ、いろんな発見があるだろう、うん、ただ長く勤めるのは無理だろうなっていうのは、もう入る時点では分かってました。うん、うん、なるほど。真逆の世界を見ることで何か知れるんじゃないかみたいな。そうですね、うん、まあなんかその先に何か明確な目標があったわけじゃないですけど、波食いというか、モラトリアムの一環みたいな感じではありましたけど、まあ、もちろん入ったからには、頑張ろうと思っても入りましたけど。で、実際そのお仕事自体はどんぐらいやられたのか？ 4 ヶ月半ですね。お、またこれは。またまたこれは。何が、やっぱ持たなかったね。そうですね。もう1年は働く約束だったんですけど。うん。はい、半分も持たなかったです。それ揉めるでしょ、1年働く予定を4ヶ月で辞めたら。そうだよね。っていうか、なんすかね、もうこっちの都合で退職っていうのとまたちょっと違うんですよね。うん。ほう。まあ、その社長はもうすごい、なんでしょうね。
なんていうんですか、気性の荒い人で、もともと闇金をやってたような人なんですよ。10年30くらいまで、まあ、その当時40代半ばとかなんですけど、やってました、ね。ただ法改正で、まあ、ヤクザのフロント企業とかやってたらしいんですけど、なんかもう廃業して、でそんな時に、その知り合いのつてで、とある投資会社に入って、で、その出向先の、その業界の会社で頭角をめきめきと表して、で、それで、まあ、ヘッドハンティングされて、その僕は一緒に入った会社で、一事業部長としてやってた人なんですよ。で、その本人の希望もあって、分社化して、社長になったみたいな人で。なかなか変わってるキャリアやな、その人も。そうですね。まあ、よくも悪くも面白かったんですけど、まあ、もともとそういう人なんで、なんでしょうね。割と激しい人というか、飛び立てとかもバンバンやるような、まあ、そういう日々を送ってた人なんで、気性が激しくて、すごい、怒鳴り散らかすみたいな気分屋で、なんでしょうね。なので、確実に僕に合わないタイプで、その射程みたいなポジションで働いてたんです。もう何でもするみたいな。タバコももちろん走りに行きま、走らされますし、もう常にストックをいくつか、胸ポケットとかバッグに入れてましたし、名古屋とかの出張でドライバーするためだけに行くみたいな。まあ、その雑用からもいろいろリサーチだったりとか、新規事業開発だとか、サイトリニューアルとか、ウェブ集客とか、まあ、なんかいろいろやってましたね。はい。で、5月入社して4ヶ月半くらい経った時に、1社目の会社のとのなんか飲み会があったんですよ。そこで1社目の社長と2社目の社長が喧嘩になって、で、巻き添え食らったみたいな感じですね。は？どういうことそれ射程としてやっぱり守りに行ったの。その、こういう、ま。巻き添え食らうっつう、あれでしょ、その、物理的に巻き添えじゃないでしょ。あ、物理的にもそうですね。物理的にもかい。そうです。一社目も手出るんや。そうですね、一社目の社長の方がちょっと立場上なんですけど、まあその時は二社目の社長もかなりブチギレで、で、ただ、もうそ、二社目の社長の方がかなり不利な状況だったんですよ。で、まあ、彼が僕に求めたのは、まあ、どんな状況であっても従うことというか、何でも言うこと聞くと。で、僕、その一社目の社長が、その喧嘩の場から立ち去ろうとしたときに、二社目の社長が、まだ話終わってないから、座ってくださいということを言って、でも一社目の社長座らなかったんで、二社目の社長が、まあ、当時の僕の社長が、掴んで座らせろということを指示したんですね。僕はそんな野蛮なことしたくないですし、従わなかったんですよ。そしたら、その社長が自ら、一緒の社長が見に行って、でも周りも何人もいたわけですけど、で、なんとかなだめて、一緒の社長も、手出したら終わりですよと警告して、胸ぐらつかむとこまで行ったんですけど。で、なんとか場を収まったんですけど、ただもうその社長、2社目の社長としては、もう僕はそこで、どんな状況、理由であれ、その社長の言うことを聞かないみたいだったんですよ。なんでその会が、聞かなかったわけやもんな。はい。その会が解散した後に、まあ、なんで言うことを聞かなかったんだ、ボケ、みたいな。で、まあ、1分かける、6セットくらい、路上でボコられるっていう、すごいよな、それ、はい、そうね。昭和じゃないもんな。そうですよ。結構昭和で。令和やもんな。はい。相当、まあ僕は酒飲んでなかったんですけど、ほとんど。僕は結構ベロンベロンでふらつくくらい飲んでたんで、まあなんていうか、そんな別にパンチとかも、体重が乗ってるわけじゃなくて、そんなダメージは正直受けなかったんですけど、僕はその全く、やり返さずに、まあ、その、1分で、インターバル1分くらい、かけて6セットくらい、まあ、計6分くらい、やられて、やられる中で、もうやめようって決め、
で、そらそうやろ。はい。深夜3時くらいにスタートだったんですけど、うん、その、残りは。うん、僕、抵抗しなかったのは、その、理由がいくつかあるなと、後から振り返ると思って、一つは、もう抵抗するっていう発想がなかったですね。うんうんうん、というのはもう、もう射程みたいなポジションでやってたんで、うん、やってまあ、こっちが望んでたわけじゃないですけど、うんまあ、その、何ですかね、支配されてるわけですよ、ね。何、うん、でしょう。主従関係を叩き込まれているんで、まずその最初の数分に関しては抵抗するって発想がなかった。うんで、次第に、いや、こいつマジで、なんか、自分の感情で、そんな、なんか、部下を、従業員ボコるとかやべえなとか思いつつも、なんていうか、うん、怒りというより、ああ、なんかそういう人なんだなっていう失望みたいな。うん。っていうのもありましたし、あと同じレベルになりたくないみたいな感情も、うん、で、何もやり返さなかったんですけど、うん。で、ただもうそれ延々と続く感じだったんで、うん。まあ、いい加減にしてくださいと言って、僕はその場を離れて、うん、で、その自分の当時のオフィスまで、うんまあ、夜道30分くらい歩いて、うん、で、その荷物全部引き払って、うん保険証とかもろもろ置いて、うん、で、その退職届みたいなのを、そのワードとかワーッと書いて、うん、で、その社長の机の上に置いて、うん、始発くらいで家帰って、で、朝になってその取締役に、うん、こういうことがあったんでもやめますというのを伝えてやりました、うん。で、その日のうちにも雇用関係は切れるっていう。おー。長くなりましたけど、まあ、ざっと、そんな感じの流れでした。いや、なんか、あるよな。俺は、牛島くんとか、好きやけど、うん、そんな世界観よな。あ、ほんとになんか。パンチ、体重乗ってないところは多分違うねんけど、俺も見てるまた多分。なんかもう、いろいろその、なんですかね、引きずり回されたりとかいろいろしましたけど、うん、まあ、そのダメージは正直、あんまり、なかったなっていうか、そんなに別に、時間の割にはって感じだったんですけど、まあうん、そうやな。一応、障害は障害なんで、うん、その後、損害賠償金をもらって、うんまあ、しばらくそれで、まあ、それとか、知見のバイトとかで、うん、くらいにミートしてから、今の会社に、はい。なるほど。じゃあ、これからの話を、ね、それで今入った会社では、今非常にまあ活躍をいろいろされてるってことなんですけど、うん、ちょっと改めて最後、この過去パートで聞きたいのは、この2社の経験を経て、学んだことがあるとしたら何ですか、うん、?2 社の経験を経て、そうですね。なんだろうな。コンプライアンス。ああ、まあ、1社目に関しては、まあ、本当いろいろあるんですけど、うん、やっぱり胸張ってできることを。うんうんうん、しないといけないなというか、ジャイアント気持ち乗らないですし、成果もついてこないし、うん、っていうのはやっぱり、まあ、やめた理由にも直結しますけど、大きかったですかね。うん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 、2社目に関しては、なんだろうな。なんでしょうね。まあ、なんだろう。2社目に関しては何なんでしょうね。いや、俺、それ聞いた理由は、100% 合ってるわけないと思って、でもなんかあるかもしれない、その先にはと思って入ったけど、結果としてその先にはたどり着けずに終わったかな、ね、じゃあ。まあ、4ヶ月半くらいなんで。うん。はい、合ってないものは合ってないと。いうことなのかな。そうですね、まあ、なんでしょうね。やっぱりその、まあ、その時はそういう事件がありましたけど、日頃のコミュニケーションもやっぱりそうなんですよね。他の社員とかも本当にその中でもう服従してるみたいな感じだったんですけど、うんうん、その、僕もそれはある種楽しんでる部分もあったんですよね。なんというか、うんうん、そういう働き方。うんうん、長くは続けたくないけど、非日常だなと。うんうん、まあ、ちょっと4ヶ月くらい経つと、まあ、ちょっと、まあ、腹8分目くらいにはなってましたけど、うんただやっぱり、そういう環境にいると、自分の本当の気持ちが分からなくなっていく危険性があるなっていうのはすごい感じていましたね。うん、やっぱりもうイエスとしか言えないんで。で、それは自分の生き方じゃないと分かりつつも、まあ、なんというか、ある種社会見学みたいな感じでやってましたけど、ただそういう環境に長く居続けると、本当に自分の本音が分からなくなるなっていう。だから、その、自分の、まあ、100% 本音とまではいかなくても、ある程度、信頼の、選択を取れるような環境で、まあ、仕事に限らずですけど、そういう環境を選ぶのが、まあ、ハッピーな
生き方につながるなっていうのは、うん、まあ、当然っちゃ当然なんですけど、うん。まあ、強いて言えばありますかね。なるほどね。まあ、そんな過酷な経験を経ての今の仕事に疲れたと思うんですけど、うん、じゃあ、最後は川さん、ここからね、今後の展望というか。最後はってもう、なかなかこれもうすでにいい時間ですよ、春日さん。うん、ちょっとそこは最後聞いて終わろうかなと思うんですけど。そうですね。あの、まあ、今の会社で活躍されている中で、うん、まあ、次の、まあ、3年でも5年でもいいんですけど、うん、ちょっとこう、ちょっと先の目標。例えば、うん、あの、ここまでの話聞いてる限りだと、2年勤めてないよね。そうですね。半年ニートだったんで、うんうん、まだ2年は行ってない。1社目も、2社目も含めて、その計、あの勤続年数というか。そうですね、うん。全部合わせても2年行ってないくらいですかね。うんうんうん、なんかそういうところで、こう、あの、なんか そういう人に対して、その3年後とか5年後っていうのが適切かどうか、質問のあれとしてどうかわかんないけども、そういったちょっと時間軸で、今後ちょっとあの語ってほしいんですけども、どうでしょうか。そうですね、まず、うん、仕事ですよね、どういうところでもある大体通じるような、まあ、汎用的なスキル、うん、経験能力っていうのを、うん、今の会社での仕事を中心に、うん、あのなるべく速いスピードでつけていくというのが、まあ、今の方向性で、うん、まあ、それはでも昔からというか、あの当初からのそんな変わってない姿勢なんですけど、うん、で、やっぱりその、なんでしょうね、うん、組織の中で働くっていうのは、そんなに向いてないのかなっていうのをちょっと感じることが結構あったんですよね、今の会社に入ってからも、うんうんうん。今の会社も結構社長がワンマン系の人で、うん、あんまり詳しくは言えないですけど、まあ、結構やばいんですよね、その人も、うんうん。で、その社長に僕の生意気だと思われて、結構目つけられて。うん、でただその、なんていうか、なんでしょうね、その人に、なんでこのやつの元で働かなあかんねみたいなとかも感じたりするわけですよ。割と人権が破綻してるなみたいなのを正直感じ、うんうんうん、まあ、それは他の社員も結構言ってるんですけど、うんうん、なんで、もっとその力をつけて、自分で環境を選べるようにしたいなっていうのはすごいありますね。うん、それで、あの、より納得度の高い、うん、あの働き方をしていきたいなと。で、まあ、そのための今、私服の時間みたいな、私服の、まあ、時という意味ではありますね。うんうん、まあ、もちろんその過程も楽しみながらですけど。うん、で、その、まあ、仕事も大事ですけど、もちろん仕事以外のいろんなことも、うん、あのやっていきたいんで、本当にその、うん、なんでしょうね、うまくいろいろ回しながら、うん、あのいろんなことやっていきたいなとか、すごいざっくりですけど、はい、っていうので答えになってますかね、ちょっと。いや、ありがとうございます。ありがとうございます。いや、本当になんか面白いとか、うん、自分の知らないみたいなところに非常に惹かれるタイプなのかなというのはすごく聞いてて思ったけどね、うん、好奇心だよね。そう、なんか知らないとか、うん、なんか面白そうとかっていうのに惹かれて動いてきた人なのかなと思いつつ、うん、でもその中でしっかりスキルもつけていくっていうのが今後の課題みたいな。うん、そうですね。はい。あの、なんでしょうね。まあ、仕事、会社以外の仕事もいろいろやっていきたいなと思ってますね。うん、それは力つけるっていうのもそうですし、うん、なんでしょうね。やっぱり、あの、守りに入ってしまうんで、そう。うんうんうん、一社にしか依存しないというか、一つの職場にしか依存してないみたいな、うん、もうこの会社、この社長どうなんみたいな思っても、あ、でも今月の給料も、あ、支払、来月の給料なくなったらちょっともう、クレジットカードの支払い的にもアウトだとか、うん、まあ、そういうのを考えると、うん、もう明らかにおかしいだろうと思っても、うん、そんなにストレートに言えない自分に、もちろんいるわけですよ、うん。ただそこは自分に、まあ、100% といかなくても、ある程度自分の、うん、なんでしょうね、うん、魂をすり減らしたくないというか、まあ、本音を忘れたくないというか、うん、なんでしょうね。っていうところを、なんでしょう、担保するためにも、うん、もっといろんな環境で、いろいろやっていきたいなと思ってますね、うん、会社以外にも。ありがとうございます。なるほどですね。はい、うん。ありがとうございます。あの、3回にあたって非常に、
興味深い話を聞けたかなって思います。特にまあ、これは104回目、前々回の時にもね、聞いたんですけど、ね、笠さん、すごく人気の業種じゃないですか。うんうん、業界じゃないですか、今勤めてるところ。うん、だけど、今聞いたみたいに、その1社目、2社目、特に今2社目だと思うんだけど、いろいろ、本当にこう、教訓というか、なんとか経験というか、を得て、うん、まあ、今があるわけだし、そこからこう、なんだこう、まあ、次のステップというか、こう今後の、まあ、人生全体にわたるような話に、うん、まあ、つながってたかなっていうふうにね、聞いてて思ったんですけども。うん。そうですね、本当に。そう。こういう話ね、ぜひね、学生に聞いてほしいよね。うん、まあ、学びは必ずあったというか、うん、そんなふうに感じましたしね。うん。うん。一社にとらわれないっていうのは今後の生き方の一つキーワードになっていくんじゃないかなというふうに私個人としても思ってますね。そうですね。まあ会社、うん、そうですね。まあ会社に限らずもうなんていうか、うん、うん、そうでしょうね。やっぱりその、なんでしょう、ね。やっぱり いろんなものにとらわれたくないなというか、うん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 、やっぱりその慣れてしまうと麻痺していくなっていうか、うん、その違和感が。あってもどんどんその違和感を妥協してしまって、うん、もちろんある程度妥協も必要だと思うんですけど、うん、ただそのバランスがね、忘れないように、うん、取捨選択していきたいなと、で取捨選択できる力をつけていきたいなと思ってます。うん、はい、はい、ありがとうございます。はい、じゃあということでこう3回にわたって今回は畑くんに来てもらっていろいろお話を聞いて、聞いてきました。非常に面白かった。です。で、このラジオ、まあ、こんな感じで、筑波大学の関係の面白い人、いろんな意味で面白い人を、ゲストに招いてお話を聞いていくようなラジオです。まあ、今日の内容以外にも、これまで100編以上のバックナンバーがありますので、ぜひ、興味持った方は聞いていただければと思います。そして、今の高評価、登録もしてもらえると非常に嬉しいですし、何より、人に、こんなラジオあるよ、伝えてくれるとすごく、嬉しいです。はい。ということで、第106回目のエンボスラジオ、このあたりでお別れしたいと思います。どうもありがとうございました。はい、お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。エンボスラジオ。